シャルル・ドスチュー・ベン、ドイツ5名、カール・フォン・シュトイ・ベンは、ドイツ生まれで、フランスやロシアで働いた画家である、歴史画や肖像画を描いた、ロマン主義の画家の一人とされる、チューリンゲンのバウアーバッハで、ビュルテンベルク公国の軍人の息子に生まれた。12歳の時、父親が、ロシア軍の将校になったため、父親とサンクトペテルブルクに移り、サンクトペテルブルクの美術アカデミーで学んだ。 父親とロシア宮廷の関係から、ザクセンバイマルアイゼノハ大公カール・フリードリヒと1804年に結婚するロシア大公女マリア・パブロブナの図印として1802年にバイマルへ移った。この経歴は将来の軍人、宮廷の役人として高い地位を約束するものであったが、家族の知り合いの詩人、フリードリヒ・ホンシラーが画家としての才能を認め、その勧めに従って、 画家の道に進んだ。1803年にシラーの紹介状を持って、パリの画家、フランソワ・ジェラールを訪れ、ジェラールの弟子になった。2年間、ジェラールの下で学んだ後、1805年2月にエコール・デ・ボザールに入学し、ジャック・ルイ・ダビッド、ピエール・ポール・プリュードン、ロベール・ル・フェーブルといった有名な画家に学んだ。1812年のサロンド・パリに、 ピョートロ大帝をテーマにした歴史画を出展して高い評価を得、ナポレオン一世に買い上げられた。フランス復興生の後もスチューベンの作品は、ルイ18世の命令でタペストリーにされて、ロシア皇帝、アレクサンドル一世への贈り物にされた。1820年に結婚し、1823年にフランス国籍を得た。 収入を補うためにエコールポリテクニークの美術の教師もした。1843年にロシアに移り、ロシアの教会の装飾画の仕事などをして、11年間ロシアで働いた。1854年に脳卒中を起こし、フランスに帰国し、治療を受けたが2年後、パリで死去した。息子のアレクサンドル・ヨゼフス・チュバンも画家になった。ありがとうございます。